ヘ a ワツアップ山本です。本日お届けする動画ですが、2024年9月版のプライオリティパスを作成するのにおすすめカードございますので、そちら紹介したいと思います。このチャンネルでは世界70カ国以上訪問経験などもともるが私、山本が旅の情報、フライトレビューなどお届けするチャンネルになっております。皆さんぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。この動画、今日2本目になりますが、1本目の動画では MUFG のカードであったり、あとは JCB 発行のカードで付帯する プライオリティパス制限今後入りますよという内容の動画を上げさせていただきました。まあ、ここに書いてる通りですよね、昨今、空港における飲食店舗やリフレッシュ施設等でのプライオリティパスの利用が大変増加しています。それに伴い、本サービスを関連するコストが増加しており、本サービス自体の提供を続けることができなくなる恐れがございますということで、まあ、おっしゃる通りですよね、国内線の利用者でも普通に使える施設が多いですし、日本って結構特殊な国なので、 他の国だったら国内線は小型機使うところが大半なんですけれども、日本に関しては大型機使うところも普通にありますし、そういった部分で国内線の利用者がもともと多い上に、プライオリティパス持つ人も増え、でさらにこういった飲食店舗リフレッシュ、要するにマッサージャーとか、そういったところでの利用者が増えている、それはサービス継続できないですよね。<laughs> なので、プライオリティパス側が払うお金が、基本3400円相当と言われているんですけども、これよりも低い額だったらまだ。 道はあったんでしょうけども、3000何が支払って何回も、まあ、僕が何回も使っている立場ではありますけれども、そういう利用されると困るというのがやはり増加して、今回このような回転に至ったのではないかなと思いますので、YouTuber だとかブロガーがというよりかは単純に利用できる施設が増えた、そこが大きな問題なんじゃないかなと、個人的には思っております。もちろん自分が1ミリも悪くない、悪いって言ったらあれですけれども、影響があるかないかあるかって言ったら、 まあ多少はあるのかもしれませんけども一番は施設が単純に増えたそれに尽きるのかなと個人的には思っておりますそして今回2024年9月ということで先月8月は特に7月に上げた動画と内容変わらなかったので動画作らなかったんですけども今回に関しては MUFG のカードで作られた方あとは JCB で作られた方も僕の予想だと2割ぐらいは全体でいるんじゃないかなというところもありますのでそういった方も含めて今後プライオリティバス無料で作るにはどうしたらいいのかそういうところをお届けしていきたいんですけれども前提としてこれから紹介するカードも私の予想では普通に解約といいますか今回のような 制限がが今後入っっててくる可能性9 9 9割9分9人だと僕は思っております、まあ、理由としては MUFG、このカード何がいいかって家族会員が1人無料で,でさらに家族会員分のプライオリティパスを無料で発行できるということもありましたので結構使い勝手がよくこのカードを使って発行された方も多いと思いますしあとは楽天プレミアムカードが2025年1月以降回数制限入ってしまいますので結構ねこれらの2つのカード3つかなカードに伴って で解約に伴って乗り換え検討されてる方が多いでそこにカード申し込み集中するでこれまでと同じ使い方をされるそうするとやっぱりここに書いてることが起こりうる可能性が僕は9割9分9厘だと思っておりますのでこれはあくまでも2024年9月現在の 情報といいう形でお受け止めください最新情報があれば、都度動画更新していきますので皆さんそちらも合わせてご覧ください。ちなみに楽天ブラックカードに関してはおそらく今後変わらないと思います。理由としてはもうサービスの改定を発表しております。プレミアムカード、今後2025年から1 1> 1回じゃない6 5回か5回までの利用に制限されますよとでブラックカードはこれまで通り回数の制限ありませんよという発表しているというのとこのブラックカード自体申し込むのがなかなかハードルが高くて、まあ、ただ、今年に入りまして昔はインビテーションが必要だったんですけれどもそのインビテーションが必要なく年間3万3000円で作れますよとただし条件があってこの2つです。 現在、楽天プレミアムカードを保有し、かつ当社の定める時点において、楽天プレミアムカードの契約から12ヶ月以上契約している、でさらにその上、1年間で500万円以上カード利用しているよというのが条件になりますので、もちろんこの2点クリアしても、現在も楽天プレミアムカードではなくて、ブラックカード持っているよという方もいらっしゃるでしょうし、まあ、実際この条件クリアして、 楽天ブラックカード申し込むことができるよという方もいらっしゃるとは思うんですけれどもそんなに多くないと思いますよって自分の予想だと楽天ブラックカードに関しては今後もプライオリティパスの部分に関しては何もメスは入らないのかなという予想をしております。ただしこれももあくまででで僕のの予想ですので 変わってしまったら申し訳ないのですがしかも同伴者2名まで無料で使うことができますレストランであったりスパ施設などそういったところでは同伴者1名だけ OK だとかそもそも同伴者ダメですよというルールがありますのでラウンジであれば基本的に同伴者何名までというのはそこまで多分、ね、ないとは思えあったとしてもこの 楽天ブラックカードの上限の範囲に収まる範囲だと思いますのでこの部分楽天ブラックカードはかなり優位だと思いますなので今後楽天ブラックカード持っている方並びに申し込むことができる方は楽天ブラックカードであればおそらくこの後もしばらくはルールの変更もなく回数の制限がないプレステージでしたっけ何でしたっけ名前 ですね、プレステージこの条件で継続するのではないかなと個人的には思ってますしあとは同じタイミングでアプリの使用が可能になりますのでこのアプリ結構便利で今までこのプラスチックカードの方 の方が多いいと思いますアメックスのプラちゃんとかも一部こういったのを使えることができるんですけども日本で発行できるプライオリティパスで大体がこっちになるんですけれども僕はいつもスマホの裏に挟めてるので忘れるという心配はないんですけれども人によってはこれ普段財布に入れないで持ち歩かないよっていう方多いですよねしかもたまたま旅行の時にカード忘れてラウンジあとはレストラン使えないということもあるかもしれませんがアプリになるとそのような心配ないですスマホを忘れるってよほどのことがない わけじゃないもうスマホを忘れるのはよほどのことがないとないわけじゃないですかなので忘れる心配がないとでしかも財布どこどこどこと財布をポケットに入れる方もいらっしゃるかもしれませんけどほとんどの方はカバンに入れますよねでカバンも例えばリュックだったらわざわざ財布出すのも面倒ですけどもこれさえあればスマホポケットとかカバンでも取り,やすい取り出しやすいところに入れてる方も多いと思いますのでサクッと出してサクッと出せるここがいいかなとあと僕だけかもしれませんけども結構ね時期不良で読み込んでくれないことが あるんですよねそういう心配もないので楽天ブラックカードは最強になるんですけどもただ持てる方がもう限られてるということなので楽天ブラックカードを申し込むことができる方であれば今後楽天ブラックカードがいいんじゃないかなっていう気がしますただし今言った通りいや無理ですとちなみに私も楽天ブラックカードは無理です昔であればぶっちゃけ 余裕できました。今はもうこんなに決済しないので無理です。じゃあそういう方どうすればいいのか、ここからは毎度おなじみのモッピーのサイトを使って紹介していきたいと思うんですけれども、これ今、クレジットカードのポイントがたまる順に並んでおりまして、今回紹介するカードのうちの2つ、ここに入っておりまして、まず1つ目はこちらです。アポロステーションザ・プラチナカード、出光のカードになっておりまして、このカード、 プライオリティーパス現状は無料でで発行できます先ほども言った通り今後メスが入る可能性がありますので例えば今回紹介するのはモッピーの中ですとこのカードとあとこのカードです、まあ、いずれもセゾンカードのマークは入ってるんですけども発行元がこっちが出光クレジットになってこっちがシズギンセゾンカードかなになりますのでそれプラスで紹介するのがセゾンプラチナビジネスアメックスと あとは、セゾン、ローズゴールドアメックス、これらを紹介します。この後ろ2つに関しては、発行元がセゾンなので、僕は次、メス入るのをこれらのセゾンカードなんじゃないかなっていう気がしますので、まあ、参考程度に留めておいてください。まあ、少なくとも1年以内に何かしらの制限が入るのかと、まあ、ただその制限もどういう制限か分からないです。他のカードのように、例えば楽天カードのように5回までだとか、そもそも,もうプライオリティパスから除外し使えなくなるだとか、どういった内容になるかは分かりませんが、 ねここはセゾン入る可能性があります理由としては多分ね今持っているプライオリティパスの方 一番多いのセゾン発行の方じゃないかなっていう気がするんですよね。なので、その部分も踏まえて今後、メスが入るんじゃないかなっていう気がします。で一方、これ、セゾンブランドはついてるんですけど、一応、会社的には別会社ですし、そこまでこれらのカード多くないと思うので、これらもね、おそらく入るとは思うんだけども、まあ、その時になるとわ分からないか、とりあえず今の段階で今後入らないよっていう前提でお話し進めていきたいと思います。まずはアポロステーションザプラチナカードか から紹介したいと思います。毎度おなじのモッピーから入ることによって、2万2000ポイント獲得することができます。この2万2000ポイントを獲得することによって、これモッピーの公式 youtube でもちょこっとこれ出てますけれども。実質初年度無料。 ってなってますこれがどういうことかというとこのカードの年会費が2万2000円税込みなんですけどもそこから2万2000ポイントモッピーのポイントが入ってきますのでこれを使うことによって、まあ、実質無料だよとそのような考え方になっておりますのでこのカードは現状実質無料でプライオリティパスを持つことができる上にさらにモッピーなどから経由して入ると3万円相当のボーナスポイントプレゼントというふうに書いておりましてこれがどういうことかというと入会から3ヶ月間 で60万円以上使うと3万円分のプラスポイントをプレゼントしますということでこの部分でもかなりお得になるのではないかなと思います。このカードを作るべき人は普段から車の利用が多い方例えば、車で通勤しているよって方日々ガソリン使いますよねそういった際にガソリンの割引もあります。 ということがありますので、このカードに関しては、とにかく車使う方は普通におすすめです。で初年度、年会費無料ですし、まあ、おそらくこの初年度の範囲内で改定が入るんじゃないかなっていう気もしますので、とりあえず無料で持つことができますよというのがこのカードになっております。そして以下の条件クリアで年会費無料ということで、本来は2万2000円、家族会員は3300円かかるんですけども、300万以上使ったら次の年も。 無料に年会費になりますよということで仮に次の更新の際にも同じプライオリティパスの条件であれば2年目以降も無料で使うことができますよというなかなかお得なカードになっておりますでさらに新規入会から1ヶ月間はガソリン割引があります灯油も割引がありますということでここの部分もかなり手厚いですであとはカードの利用額が多ければ多いほどガソリンの 値引きの単価もアップしますよということなので先ほども言った通りとにかく車を普段から使う車通勤しているよって方はこのカードあってもいいんじゃないかなっていう気がしますであとはもうポイントがたまる使えるっていうのはあるんですけどもここはもう一旦ここでは紹介しません <laughs> そして詳しい内容といいますかパラリ,リティパスがここに書いてるんですけども無料で登録できますよということで年会費が通常469ドルというのはこれですねプレステージ会員すなわち 回数無料、今まで僕が持っているプ,レプライオリティパスもそうですし、皆さんもお持ちのプライオリティパス、ほとんどこれだと思います。なので、これらが無料でくっついてくるよということなので、かなりお得になりますし、他にもコンシェルジュサービスが24時間365日対応してますよというところもあったり、ゴルフのサービスもありますよと、もちろん ETC カードも無料で発行できますし、ロードサービスもついてますし、いろいろお得があるよというのが、このカードの特徴ではないかなと思います。あとは、 ここの部分も結構見ていただきたいんですよね。旅行保険が結構手厚いんですよね。一応、出光クレジットにはなってるんですけども、ほぼセゾンカードといっても、まあ、いいんじゃないかなっていうところではあるのですがで、何がいいかというと、ここの中に記載があるんですけれども、どこでしょうか。どこだあ、ここら辺ですね。手荷物が遅延だとか、あとは乗り継ぎ遅延、出発が遅延とかしたら、 これらののサービスあありりまますすよがただこれね D カードゴールドとほぼ同じような内容の保険になっておりますのでこの後紹介するセゾンのローズゴールドだとかあとはプラチナビジネス正直こっちの方が保険の部分では手厚くなってるかなと個人的には思います。 なので保険も一応あるよということだけ伝えておきますねで。おそらくこれ定額だと思うんですよね。私このカード持ってないのでちょっと詳しいことはこの文面からはちょっと分からないんですけどもこの内容としては自分も持っている D カードゴールドと全く同じなんですよねで。D カードゴールドの場合はこれらの上記のいずれか高い金額が定額で出てくるんですよね。 なので私も先日動画に出しましたけれどもシンガポールで乗り継げなかったっていう動画を出したと思うんですけれどもその際は3万円の宿泊代を請求しようかなと思っててその差額受け取ることができるよという魔法のカードでもありますただ D カードゴールドが持ってますので私はしばらくはこのカードを作る予定はないんですけども一応こういった保険もあるよということだけ伝えておきますそれでは次のカードを移りましょう次のカードはこちらです シズギンセゾンプラチナアメックスカードになりましてこれも先ほどのアポロステーションカードと同じで2万2000ポイントのキャッシュバックがありますのでもちろんこのポイントをそのまま銀行口座に移すこともできますしあとはマイルに変えることもできますので個人的にはマイルに変えた方がいいんじゃないかなというところではあります一応このカードに関しては入会の翌月までに5000円以上使ったら2万2000ポイントということ条件ありますで こっちも同じかな先ほどのアポロステーションに関しては発行した翌月末までに1万円以上使ったら2万2000ポイントということでここに細かな条件書いておりますので過去持ってた方はダメだよとかそういったところが多いのでここですね過去にアポロステーションザ・プラチナこれ持った方はダメですよということで例えば 通常の一般カードだとかゴールドカードであれば OK ですしあと昔僕も思ったんですけどマイドカードプラスってあったじゃないですかそれも同じ出光クレジット発行なんですけどそういったのは OK であくまでも今回紹介したこのカード アポロステーションさプラチナ。これを持ってた方は対象外だよっていう形になりますので、この点お気をつけください。もちろん、過去に持ってた方、ポイントサイトのポイントは対象外ですが、このカードを作ってプライオリティパスを無料で獲得するっていうことは変わりませんので、この部分お気をつけください。なので、過去に持った方は、このカードを作ってプライオリティパス発行するよりかは、 他のカードの方がいいんじゃないかなっていうところもありますそれではこのカードシズギンセゾンプラチナメクスカードを紹介していきましょうこのカードに関しては翌月までに5000円の利用で OK で,で過去にこのカード持ってた方申し込みされたことある方は対象外ですよっていう形になっておりますで5000円以上のショッピング利用になりますので年会費だとか手数料とかリボ払いだとか キャッシングとかそういったのは含みませんこここここに細かくくく書いいておりりまますすねここも詳しくお読みくださいそれではホーームページに移りますこのカードもセゾンマーク入ってるんですけれども発行元がシズギンカードだったかなっていうところなので厳密にはセゾンカードではないんですけれども資本関係はおそらくあると思いますので、まあ、自分の予想だとこのシズギンカードもそうですしアポロステーションもそうですしこのあと紹介するこれのセゾンのカードこれらの改定があったらシズギンカードやアポロステーションカードも含めて 同じタイミングで改定が来るんじゃないかなって個人的には思っております。とりあえずカードの特徴は一旦置いといて、このカードに関してもコンシェルジュサービスもありますし、プライオリティパス。 469ドルかかるプレステージ会員これが無料で使うことができますなので回数制限は特にありませんよとあとは往復の手荷物宅配サービスもありますしいろんなオンラインプロテクションとかいろんな保険もくっついて家族カード1枚目年会費無料ですよというのがここに書いておりますこのカードもこのカードでやっぱり保険がなかなか手厚いのかなっていうところはありまして ここに書いてる通り、こういった死亡保険とか怪我したよっていう時はプラチナカード他の、例えばアメックスプラチナとかの方が圧倒的に高いんですけれども、この部分がすごくいいんですよね、ここです。 住宅手荷物が遅延要するにロストバゲージですロストバゲージや乗り継ぎ遅延出発遅延これらがあった場合はマックス3万円まで保証されますので他のカードだとここ2万円のところが多いんですよね。アメックスのプラチナカードも確かここ2万円までだったはずなんですけどもこのカードに関しては3万円まで OK ですしでしかも食事代以外にも OK なんですよね。例えばこの出発遅延結構搭乗不能費用ってあるじゃないですか。ここの部分は 他のカード例えば JCB のゴールドとかもそうなんですけれども、食事代のみですよっていうところが多い中、宿泊費も OK ですし、あと交通費、通信費、ここらもオも OK なので、この部分はかなり手厚いですで。ロストバゲージも6時間以内に遅れて到着した場合もロストバゲージに当たります。でこれが48時間を超えてしまうとさらに 追加っていいうう形になりますすすののででこの部分はもうすごいですよ、ね、10万円かける2みたいな形になりますので過去、私、ロストバゲージをくらった際もこういった保険をうまく活用することによってお得にて言ったら語弊があるかもしれませんけれどもサムソナイトのスーツケース買ったりだとかあとはそういった。 必要品シャツとか靴とかか靴も買うことができましたこれはもうロストバーゲージだったので別に自分が悪いわけではなくてまあ、運が悪いって感じですかねたまたま自分の荷物が見つからなかったっていうのがもう YouTube 始めてから3回ぐらいあるのかなあと荷物が壊されたとかそういったのもちょこちょこあるのでそういった際に保険役に立ちますしあとは他の怪我したやおだとかそういった保険もこれ合算できるんですよね、まあ、合算って言うても例えば どうしようかな疾病費を200300万例えば500万円かかる怪我を現地でしてしまったとただしこのカードは300万円しか保証されませんので利用負担にはなるんですけれども500万の治療費に対し200万足りなくなるわけじゃないですかそういった際に別なカード例えば 先ほどもちょろっと話した D カードゴールドでもいいですし、あとは JCB の ANA や JAL のゴールドカード、スーパーフライヤーズが JCB カードでも OK なんですけども、そういったカードは基本的に保険が自動付帯でくっついてきます。あとは今回解約になってしまった MUFG のカードもそういった保険、自動負担でくっついてくるんですけれども、そういった保険が例えば300、300だったと仮定しますね、このカードが300、自動負担のカードが300で、治療費が500万、そういった際は、両者に請求かけて保、保険代を、ね、治療代を保険で見ていただくということができるわけになっております。まあ、ただし、できないこととしては、例えば出発遅延で食事をとることになりましたと、例えばどうするかな、1万5000円分のお寿司を食べました。 そして1万5千円分の焼肉を食べました。これを保険使って a 社 b 社どっちに請求する？それを言うのはできないんですけれども、例えば3万円のお寿司3万円の焼肉。これであればオッケーです。a 社に3万円 b 社に3万円。これはオッケーなんですけども、あくまでも同じものに対して保険会社に。 ダブルででで、請求すするののはできまませんよという形になっておりますのでこういったカード特に自動負帯のカードに関しては持ってても全然損はないと思いますので今後もこの MUFG 保険的な部分で持っているというのも僕は全然ありだと思います他にも先ほどちょろっとお話しした D カードゴールド年会費1万1000円あとは JCB の ANA や JAL のゴールドカード、スーパーフライザーや JCC カード、これもたい1万5000円前後の年会費にはなるんですけれども、これらも保険が自動負担でくっついてきますので、これを今後、保険代わりとして持っていくのもッケーですし、あとはもう先週、台風の影響、雨の影響、すごかったじゃないですか。 九州発着のフライト中心に結航便が多かったんですけれども、そういった際にも保険適用になります。国内線で自動負帯というのがかなりありなので、ちなみにリーカードゴールドは国際線、海外旅行の際は自動負っという形ですし、一応国内も自動負帯ではくっついてくるんですけども、こういった結航や遅延などの保証はありませんので、あくまでも JCB かな、JCB もしくはこの MUFG のゴールドやプラチナカードであれば自動負帯でくっついてきますので、おすすめですよという意味合いになります。なのので2つ目に関しては カ次におすすめするのがこちらになります。セゾンのローズゴールドアメックスになりまして初年度年会費無料になります。ただし1回でも年間で1年以上使った場合は次の年の 年会費も無料になりますなので、1年以上使えば、実質この制度の解約がない限り、毎年無料でカードを作ることができますよというふうに書いております。で、ポイントがなんちゃらって書いてますけども、ポイント的にはそこまで優秀かと、これだけ見たら優秀そうに見えるんですけども、他にたまりやすいだとか、使いやすいポイントといいますか、なんていうんでしょう、お得だといいますか、還元率がいいといいますか、マイラー目線で言うとそういったカードはありますので、まあ、これは。 省略させていただきますそして2つ目、プライオリティパスの部分なんですけれども、先ほど紹介した2枚のカード、シズギンのカード、アポロステーションカード、こういったカードは無料でプライオリティパスを持つことができるんですけれども、このカード、セゾンローズゴールドに関しては1万1000円別途かかってしまいます。でこの1万1000円払うと 469ドルかかる回数制限のないプライオリティパス持つことができますよとただし、先ほどもちょろっと言った通りおそらく今後このカードもメスが入ると思います理由としては僕の予想だと今後、セゾン発行のプライオリティパスが日本で一番多くなる恐れがあるとで先ほどもお伝えした通りサービスの維持が困難だと MUFG コメントされているわけじゃないですかこれと同じことがセゾンでも起こるとすなわち 維持できなくなくるとこれがどういうふうに解約になるか分かりません。この1万1000円か2万2千円になるかもしれないしで、このカードの年会費のまま回数制限が入るとか、そもそもラウンジのみしか使えないとか、そういった場合になるかもしれませんが、今後どうなるか、未知数です。ただ、何かしらの改定があると、そういう気構えでてください。あとは国際線の手荷物宅配サービスが無料、ただし、これ、キロと言いますか。 空港に到着した帰国のの時しか使えませんのでお気を付けくだ、さいただ帰国の時でも成田、羽田、中部、関西空港で使えるのはありがたいですし、アメックス発行のプライオリティパスじゃなくて、クレジットカード、ゴールドもプラチナもあれって実はゴルフバッグとスーツケースしかダメなんですけども、セゾンの場合は段ボールとかでもいいですし、あとはコンパクトに折りたためる旅行用のバッグあるじゃないですか、あ,あいたのでも OK なんですよね。なののでこういった部分はセゾンの方が かなり手厚くなっておりますし、あとはやっぱ保険なんですよね、この部分がかなりすごくなっておりますので、具体的にどういうことかというと、こんな感じです、まあ、先ほど紹介した雫の数とほぼ同じ、また、あ、全く同じだとは思うんですけども、ロストバゲージも10万円出てきますし、乗り継ぎ遅延、出発遅延も3万それぞれ出てきますので、この部分はかなりお得に使うことができます。もちろんそれ以外の怪我病気の保証もあるんですけども、額としてはやはり、 最低限プラスアルファ、他のゴールドカードとほぼ同等の内容なんじゃないかなっていう額になっておりますが、やはりここの部分がかなり優れておりますし、アメックスのプラチナ、16万5000円かかるカードよりも、こっちの方がこの部分の保険に関しては手厚くなっているので、これもかなりおすすめです。先ほどもちょろんとお話したシンガポールで遅延がなんちゃらっていたも、これらのカードを私は駆使して、 結構お得に滞在することができたんじゃないかなっていう気はしますのでもしものときのために持っておくっていうのもありだと思いますただし利用負担になりますのでこの点お気をつけください自動負担にはなりませんここに書いてある利用負担になりますなので交通費払うだけで OK ですのでここに書いてる通り自分の使い方としては札幌に住んでおりますが札幌から空港までの JR 代をこのカードで決済して利用負担の条件クリアさせているというところがあります注意点としては、ね、ここに書いてないんですけれども特典航空券発券する方気をつけてください航空会社によってはサーチャージがかからない航空会社あるわけじゃないですか例えば、まあ、シンガポール航空の前に使ってシンガポール航空のフライト発券した場合もそうですけれども、まあ、シンガポール航空の場合は他の航空会社でもサーチャージ取っておりませんが必ず国際線使った場合は国内線でもほとんどそうなんですけれども 空港施設利用料だとかあとは各種税金がかかってきますサーチャージ無料でも少しの支払いの義務が生じるんですけどもそういったのをカードで払った場合は基本的に利用二人として見なされませんお気を付けくださいただしサーチャージが請求される例えば 日本航空のマイルを使って日本航空の国際線の特典航空券発見したようだとか他の航空会社も大半がサーチャージかかります一部サーチャージかからないところもあるんですけどがサーチャージかかる航空会社気をつけてくださいねこのサーチャージ分は OK ですけれどもサーチャージがかからない航空会社の分をクレジットカードで払った場合は利用負帯として認められません。ののでこの点 気をつけてください。ただし JR 代だとかそういったのは OK になっておりますね。バス代とかも OK ですねタクシー代はこっちにありますダメですだ公共の交通機関のお金をカードで払えば OK なのであとは最近福岡とかもそうですし名古屋とかもそうだと思うんですけども、クレジットカードのタッチ決済で改札通れるとこ多いじゃないですかあれでも OK ですとににかかくここに書いてる通り何かしらのお金 運賃プラスサーチャージ、ここら辺をカードで決済してれば OK なんですけども、それ以外の部分は対象外になりますねこの点だけお気をつけください。回数器などもダメです。続きましての前に、もう少しこのカード紹介しましょうか。で以前私、紹介したのが、今年の3月までであれば、セゾンゴールドアメックスカードというカードを紹介したんですけども、そのカードは今、年会費の優遇キャンペーンを行っておりません。 いうキャンペーンというのはこれですね1回でも使ったら次の年の年会費無料にしますよというキャンペーンはそのカード今やっておりませんがこのローズゴールドカードではやってるんですけれどもこのカードもともとは女性向けのカードということもありましたのでこういったこのカード限定のサービスがあります今ご覧いただいているこういったお店でショッピングしたりすると割引になるようだとか相談が無料だとかいろんなお得 なサービス提供されておりますねコンレナに関してはこのカードだけの特典だと言っても過言ではありません、まあ、ただ僕の動画男性でほとんどがおじさまが多いです女性はもう3割しかいないですし自分より年下の人なんかも1割も多分いないと思います 8割ぐらいは僕よりも年上の男性の方が多いような状況なんですけども、まあ、こういったのもあるよということだけ覚えておいてください。仮に僕が持ったとしても、多分、ね、使わないです、これらのサービスは。まあ、なんだけども、一応こういったサービスもありますよというふうに覚えておいてください。初年度年会費無料で、次の年もカードに用があれば年会費が無料になって、プライオティパスを発行する場合は1万1000円のベッド料金がかかりますと。家族カードは1100円で発行することができるのがこちらのカードになりまして、 このカードに関しては特に僕の紹介とか必要ありませんので紹介用のリンクといいますかこのページのリンクを貼っておりますのでそこからご自由にお入りくださいませなお先ほど紹介したシズギンのカードであったりアポロカードに関してはモッピーから入るとお得に発行することができますのでモッピー登録されていない方これも概要欄にコードを入れておりますのでここから登録するとポイントさらに増えますのでめちゃくちゃお得ですぜひ使って 見てくださいそれでは次のカードいきましょうか次のカードはこちらですねセゾンプラチナビジネスアメックスカードになりまして一応これビジネスカードにはなるんですけれども普通に会社員の方でも申し込むことができますので個人事業主だとかあと法人だけは作れないわけではありませんこっちの一般の個人カードもあるんですけども個人カードの方に関しては特典がないので今回の動画では触れません。 今回、ビジネスカードの方をお勧めしますが、私もこのカード持ってますので、これ、めちゃくちゃお得です。初年度年会費無料、本来は2万2000円の年会費かかるんですけども、これが無料になりまして、プライオリティパスも無料で発行できて、さらに、入会の翌々月末までに20万円以上使うと、1万2000円分の Amazon ギフトプレゼントということもありますので、しかもこのハードルが低くないですか、他のカードだったら、例えばアポロステーションカード60万円でしたっけ 60万円で,す、ね、60万円で 3, 万に3万ポイントプレゼントというところなんですけれどもこちらのカードに関しては20万円で OK です。これだったら、ね、皆様でもいけるんじゃないかなとそんな気がしますで。この紹介用のリンクを貼っておりますのでそこからお申し込みください。 でここをクリックするとこのようなバナーになりましてでこれ注意していただきたい点、実は私、今このカードを持っていて昔もこのカードを持っていたんですけども、今年、このカードを新たに作り直しましたそういった方気をつけていただきたいのがこの中に入っている条件が適用になるのはあくまでも今までこのカードを持ったことがない方です。 ただし私は初年度年会費無料この条件は今受けておりますじゃどうしたらいいかそれは皆さんセゾンカードで検索して公式ページから行ってください公式ページ以外だとこの初年度年会費無料とかこういったバナーが出てくるのでこれがないところが公式サイトだと思っていただければなと思いますとりあえず今検索しましょうかセゾンカードと検索かけてみてそうするとここに出てきますよねセゾンカード出てきてここからカード 選んでいきましょうおすすめカードの前にどっから行けないここかな一覧を見る、で追加の条件にプラチナカード、でアメックス、まあ、こんな感じで検索すると出てきますね、セゾンプラチナビジネスアメックスカード、初年度年会費無料は変わらないんですけれども、入会特典のボーナスが公式サイトから入る場合は含まれておりません。全然違いますよねそしてあの 1>, 1万2000ポイントのじゃないや1万2000円分のアマゾンギフトがなんちゃらってのは書いてないですねこれが公式ページになりますのでもし過去このカードを持った方はこのページから行ってくださいそうすると20万円以上で1万2000円分のギフトカードのキャンペーンはないんですけどもこういった無料で持つことができるのよというお話でしたそれでは一旦戻りましょうかこれで紹介用のページに戻りました1万2000円分のポイントプレゼントになりましてここに書いてるんですけども 学生は難しいんですけれども、まあ、これね、ぶっちゃけた話、正社員でもいけます。<laughs> これだけ伝えてくくさい正社員でもいけますで。僕は個人事業主なんですけれども、個人事業主でもいけました。それだけ伝えておきます。あとはビジネスカードになりますので、こういったビジネスカードらしい特徴もあるんですけれども、まあ、そこまでね、ビジネス、自分でされてる方いないとは言わないですけれども、会社員の方の方が圧倒的に視聴者の方、多いと思いますので、省略させていただきます。です。 です一応コンシェルジュデスクもあったりだとか、セゾンマイルクラブ、これは登録してもいいんじゃないかなという気がします。これ、5500円かかるんですけども、これ、貯めることによって、JAL のマイルが1.1125%貯まりますので、JAL カードよりも実はこのカードがマイル貯まりやすいよという特徴がありますので、JAL のマイル集めている方は、このカードをメインにしてガンガン使うというのも、全然僕はありだと思います。まあ、ただ、JAL だけのマイルを集めるところには、うーんという思いはあるんですけども、ここでは触れて。 ずにいきましょうそしてプライオリティパスに関しては469ドル通常かかるプレステージ会員が無料で登録することができますよとで保険に関しては先ほど紹介したこのゴールドのやつと全く同じだと思ってくださいですここに関してはもう全く同じですどうでしょうかもう比較してみますねこんな感じですはいはいはいです 内容もも同同じじ利用負担になりまますすすのででこの部分も省略しますゴールドと同じですプラチナなんだけどもゴールドと同じという,んーっていうところあるかもしれませんがただ先ほども言った通りここの部分に関しては16万5000円かかるアメックスプラチナよりも手厚い保証になっておりますのでそこはいいんじゃないかなという気がしますそして他にはこのタブレットホテルズというちょっと僕もあまりわからないんですけどもこの年会費が 無料だよだとか、ゴルフサービスの招待とかもありますよだとか、そういったのもありますし、あとは追加カード、これでは家族カードという言い方はしないんですけども、ちろん家族カードのような使い方もできますが、3300円かかっちゃいますよと、こういったビジネスサービスの優待価格もあったりしますよということで、とにかくこのカード、何がすごいかというと、初年度年会費無料、2年目以降は2万2000円の年会費は絶対かかってきちゃうんですけども、無料でプライオリティパス申し込むことができますし、あとは20万以上使ったり、1万2000円分の Amazon ギフトしかも20万円というところでハードルはかなり低めに設定されてるんですけれどもその部分もなおよしかなという気がしますただし他のカードと同様にこのカードにも私今後メスが入る可能性が高いと思っておりますので現状今9月2日ですけれども9月2日の段階ではそういった制約がありませんので作れる時に作ってサービスをもう満喫するしか道は我々ないと思いますそういったのが嫌だなという方はぜひあもう消しちゃったかな あありますね、楽天ブラックカード、これであればおそらく今後もて解約はないかなと個人的には思ってますので多分残るのこれぐらいのカードかな、他にもエポスのプラチナとかいろいろと回数制限ないカード発行することもできるんですけどもとりあえず今の段階でおすすめできるのは紹介したカードになります、まあ、理由としてはもう実質無料で使えます。このアポロステーーションカード 2万2000ポイント返ってきます。年会費は2万2000円かかるんですけども、このポイントがあることによって実質無料。でさらにプライオリティパス無料で発行することができますよと。シズギンカードも同じです。2万2000円かかるんですけども、2万2000ポイントか返ってきますので、実質無料で。さらにプライオリティパスは無料で発行できますと。そしてこちらのセゾンプラチナビジネスアメックスカード。これに関しては初年度年会費無料。 プライオリティパス無料で発行できてさらに20万たった20万で OK です20万以上使ったら1万2000円分の Amazon ギフトもプレゼントされますしこれだけ注意してくださいねローズゴールドカードこれだけは年会費初年度無料2年目以降は1人以上使ったら年会費無料ただしプライオリティパス有料です1万1000円かかってきますのでやはり個人的なおすすめに関しては7月6月と同様にこのローズゴールドとこっちのプラチナカード これ2枚枚作ってください1枚ずつ理由としては保険の部分がかなり手厚くなっておりますのでもしもの際ですよ例えばロストバゲージあった場合20万円までこの2 2枚枚だだけけですよ2枚だけ利用負債をクリアしないといけないという条件はあるんですけれども 20万円までロストバゲージも保証されますし出発並びに乗り継ぎ遅延があった際も3万3万の6万円まで保証されますのでこのカードを保険の代わりに持っておくっていうのも全然ありだと思いますただしどちらのカードも利用負担になっておりますのでこの点だけお気をつけください。もちろん こっちのシズギンセゾンカードだとかあとはアポロステーションのカードでもいいとは思うんですけどもどのカードもおそらく今後何かしらのメスが入る可能性がありますのでもしそうなったらその時に私はまた新しい動画作ってこのカードがいいよと、まあ、いたちごっこになると思いますで例えばこのカードもダメになりましたセゾンもダメになりましたじゃあ次例えばエポスのプラチナがいいよとおすすめしたら 僕の動画関係なく皆さんエポスのプラチナ映ると思います。でエポスのプラチナもなくなったらもう結果的に残るカードがなくて最終的には、ねまあ、こうなると思います。要するに7万円ぐらい今のレートでかかりますけどもおとなしくこれ作れと <laughs> そういう形になるとは思いますがそれまではイタチごっこだと思いますし悪あがきをしながらこんなカードがいいよっていう。 発信を続けけていいればなと思いますお前らみたいなやつがいるから解約になるんだという意見もありますが先ほどもお伝えした通りどっちかというと使えるランジが増えてしかも国内線利用時でも出発でも到着でも OK だよという施設が増えたからだと私は思っておりますので、まあ、今後どうなるか分かりませんがとりあえず9月2日の段階ではセゾンのビジネスアメックスだとかローズゴールド並びにアポロステーションやシズギンカードこれらが 実質無料ローズゴールドだけは1万1000円かかっちゃいますけどもお得に持てるカードだよという形で今回紹介させていただければなと思いますあと別のカードでも、まあ、ちょこっと紹介しますけどもこれ明日までということで9月3日まで東急カード実は私もこれ作りましたただ自分が作った時は9000ポイントだったんですけどもこれ年会費無料で持ってて2ヶ月以内に3000円使ったら1万ポイントということでめちゃくちゃお得です 過去、等級カードを持っていた方は対象外にはなるんですけども、例えば私も今使っている JAL カードが、等級のポイントカードも入ってるんですけど、それは OK です。OK なんですけど、東カードを持った方は対象外ですが、年会費無料で1万ポイント獲得できますので、これ、めちゃくちゃお得です。なので、作ったことない方はぜひ作ってみてください。あとは、この中で、一つ、まあ、どのカードとは言わないんですけども、期限が近いカードあるんですよね。そのカード、実は、 こういった YouTube や SNS 紹介不可能なのでそのカードのこととは言わないですけどもそのカードを作った際3日4日でポイント付与されてでしかも自分使うとき9000何百ポイントが年会費無料で発行できましたその招待コードがありますねその招待コード入れると2500 0 0 0ポイント2ポイントかなさらに 形で合計1万ポイント分が超えますのでそれもマイルに変えると6000マイルぐらいには最低でもなりますどのカードか言いませんがもう皆さん分かりますよねまあヒントは僕この中でお話ししました具体的にカードの名前は言ってませんけどもこの中にあるとあるカードがそういったのありますので本当はね言いたいんですけども YouTubeSNS 禁止ということでこんな感じでぼかした表現方法とさせていただきます概要欄に紹介用のリンクといいますかコードを入れておりますのでそれを入れていただくとさらにポイント そのカード会社のいも言いますね、もうとあるポイントが増えますよと。D カードはまあ今そんなでもないかな。今回 D カードゴールの話はちょこっとしたんですけど、昔ね、これ2万5000ポイントだったんですけども、今はちょっと目減りしてしまいましたし、あと楽天カードも今かなりポイント数厚くなっておりますし、ここのセブンカードとかセゾンデジタル のカードこれこも年会費無料で持つことができますのでここら辺かなりお得ですただやっぱ投球カードが今群を抜いてお得ですし、まあ、ただもう1つのカード4日3日ぐらいでポイント付与されたカードに至ってはその紹介用のリンクからのポイント を加味すると1万2000ポイントぐらいには1万2700ポ,1 1, 1 1, ポイントになりますのでそのカードが一番かなり厚いんじゃないかなとでもちろんこの投球カードも厚いカードになっておりますのでモッピーの紹介用の会員登録のリンクも入れておりますここから申し込むことによってさらにポイント獲得することができますので皆さんもお得に活用してみてくださいとりあえず今回の動画では 今後、MUFG カードやあとは JCB 発行のプライオリティパス、一部制限入りますので、その代わりとなるカードはこれがおすすめだよという形で紹介させていただきました。こういったねシズギンカードとか、あとアポロステーションカードもあるんですけども、僕の予想だと、これらのカードも今後、何かしらの改定が入ると思っててください。ただ、今の段階では入っておりませんので、使えるうちに使ってしまった方がいいんじゃないかなと。最終的に残るのは、通常のこれに今後、 なる可能性もなくはないですがどういう世の中に今後なってしまうか分かりませんがとりあえずは9月2日の段階ではこんな状況だよという形で今回の動画ここで終わりたいと思います皆さんぜひチャンネル登録をして旅行者規模は味わいましょうその際の日は皆さんの好評価までいいねボタンですツイッターインスのフォローマーよろしくお願いいたします本日も最後までご覧いただきましてありがとうございましたまた次の動画でお会いしましょうそれではバイバイ